井上直也、大橋に対するまさかの発言が物議を醸している。現地9月19日、英格闘技専門 YouTube チャンネル、セカンズアウトに出演した元 WBO 世界バンタム級王者のポール・バトラー、イギリスが思わぬクレームを飛ばしたのだ。動画、フルトンもたじたじ井上直也が世界に見せつけた衝撃の KO シーンをチェックバトラーといえば、 昨年12月13日に有明アリーナで行われたバンタム級の4団体統一戦で井上と対戦。戦前は俺の勝利を信じていると自信を覗かせたが、いざゴングが鳴るとまさに防戦一方。国内でも気分が悪くなると皮肉られたやられっぷりで11ラウンドに左ボディからの猛ラッシュを浴び、ナススベナクリングに沈んだ。そんなバトラーはセカンズアウト。 で、彼のボクシングはとても優れている、と井上の図抜けたスキルを称賛。試合におけるパフォーマンスについて、あの時、望んでいない立ち位置に彼が俺を誘い込んできたが、俺は直面した多くのトラブルを足を使って逃れることができた、と強調した。俺は彼らがやったこともはっきりとわかっていた。自分のジムで子供やアマチュアを相手にするときに、それをやるんだけど、 彼らはリングをできるだけ小さく使わせるように動いていた。俺にはリングでの知識があったから多くのトラブルから抜け出すことができたと確信しているよ。一方でバトラーは井上への批判も口にしている。今年8月に元世界5階級王者のフロイド・メイウェザー、米国が、米メディア、ファイトハイプ、で、井上は米国に来てランダムに行われる血液や尿の検査。 ドーピング検査を受けて戦う必要がある、と発言して物議を醸したのだが、これに同調。井上へあらぬ批判をかけた。井上と戦う数年前から俺は彼にドーピング検査が必要だと言っていた。7ストーン点、ライトフライ級の48.97キロ、から8ストーン点、スーパーバンタム級の55.34キロ、2体重、階級、を増やし、 彼は依然として相手を倒し続けている。俺は井上が普通だとは思えない。彼はとても優れていて技術はとても良く、信じられないほど素晴らしい。だけど、あのパワーは上の階級に持ち込めるものなのか。これは何年も前に、マニー、パッキャオについて、みんなが、はるか下の階級、フライ級から一番上、スーパーウェルター級まで上げて、 WBC 世界同級王者のアントニオ、マルガリートを倒すまで何をどうやっていたんだ。と話していたようなものだ、井上に一方的にやられ、モンスターと称される破壊力を知るバトラー。そのあまりの強さにドーピングを疑いたくなってしまったのだろうか。彼は世間から、言いがかりだ、と批判されたメイウェザーの発言について、俺はフロイドが正しいかもとは思う。 井上はドーピング検査のためにアメリカに行く必要があると思う。ただ、井上は不正を一度も証明されたことがないのだから、彼に向かって、詐欺師だ、ということはできない、と歯切れの悪い意見を残している。まさに暴言、井上に対するバトラーのコメントは大きな波紋を呼んでいる。